FB の命令。はい、皆さんこんにちは、ピカです。シュタインズゲートゼロやっていくよ。そう、受け取りなさい。カガリは別のポケットから違う携帯電話を取り出した。これまでモエカが使っていたものとは傷や汚れなどの違いはあるが、同じデザインのガラケーだった。今までの回線はロシアやアメリカの諜報部に傍受されていて使えないわ。だから今後はこっちを使って指令が来る。カガリが差し出した携帯電話にモエカは恐る恐るという様子で手を伸ばしてきた。かと思うと次の瞬間ひったくるようにしてそれを取り、まるで我が子のように胸に抱きしめた。 FB はこの携帯ならメールをくれるの？多分もう来てるはずよ。モエカは焦った様子で携帯電話の画面を開いた。そこに着信しているメールの文面を見て、感情的だったモエカの僧帽から涙が溢れ出す。 M4、 私の可愛い娘、大変だったわね。私もとても心を痛めています。失敗したことは残念だったけれど、あなたが生きていてくれて本当によかった。早く傷を治して私からの次のメールを待っていてね。今度こそ任務を完全に遂行し、私の信頼を取り戻して、あなたのことを心から信じていますからね。私の大切な大切な娘、 FB より。わざわざ読み上げなくてもいいのに。もちろんそのメールは実際の FB からのものではなく、カガリが捏造したものだ。5ヶ月も生死の境をさまよわせて、まともな判断力を奪った上で望み通りの餌を与えてやれば、どんな人間でも簡単に制御下に置くことができる。そのことをカガリはよく知っていた。モエカの顔に急に正気が戻ってきた。取りつかれたようにしてカガリが持ってきたリュックの中をぶちまける。傷を治したいの。FB の信頼応えなくちゃ。それでいい、 M4。カガリは満足げに笑ってモエカの前に膝をついた。私が治療してあげるわ。
包帯を全部取りなさい。カガリがアパートを出た時には日が暮れていた。数時間もモエカの治療に時間を費やしていたことになる。手に薬品の匂いがこびりついていた。数日は消えないかもしれない。カガリは舌打ちしつつ、フルフェイスのヘルメットをかぶり、駐車場に止めておいたバイクにまたがった。神様の声、そろそろ聞こえるかな。ぽつりとつぶやいて、カガリはバイクを発進させた。季節はもうすぐ7月を迎えようとしている。今年は空梅雨なのか、東京はすでに梅雨明けの様相を呈していた。というより気温はとっくに夏の暑さだ。夏か。つまりあの出来事があってからもう1年になろうとしているんだ。そんな土曜日の昼下がり、家にいると暑すぎる上に家業の手伝いをしろと親父がうるさいので、俺はこうして池袋の駅近くまで出てきていた。1年前ならラボという居場所があったのだが、今は鈴葉が生活していることもあって、あまり足を運ばないようにしている。だがそうなると休日に勉強するのに向いている場所はなかなか見つからなかった。大学まで行くのも面倒だ。休日は教室を開放していないだろうし、もろもろ検討した結果、実家近くにあるこのカフェに数時間居座るというパターンが出来上がったのだ。実際この手のカフェには俺と同じように何時間もコーヒー一杯で居座る連中が多い。ノートパソコンを持ち込んだり読書をしたり、俺もそんなリア充の仲間入りをしたのかもしれないなと心の中で苦笑した。トゥットゥルー、今どこ？マユシーだな。ああ、いつものカフェだね。今オカリンの家に行ったらいなかったから。行ったのか。親父がまた迷惑かけてないか。大丈夫だよ。麦茶ごちそうになったし、ちょっと買い物したくなっちゃった。買い物をしなくちゃいけないくなったんだけど、付き合ってくれる？ OK だ。感謝。じゃあこれから行くからそこで待っててね。あいつ俺の家に行ったのか。俺の実家である岡部製菓店は古い商店街の中にあるボロい店だ。八百屋さんなのか。凛太郎くんのうちはそろそろ築40年になる。本当にボロい。いい加減建て替えてほしい。まあ、40年だったらまだ生きるでしょう。集中力が途切れてしまった。あと15分もしないうちに真由里が来てしまうなら今日の勉強はお開きだな。午前中はそこそこ頑張れたから、まあよしとするか。最近の自分の真面目さには我ながら少し驚く。目標があることでやる気が湧いてきているのを実感する。少しでも早くビクトル・コンドリア大学に行けるようにならないと。ビクトル・コンドリア大学か。
真帆とは定期的にメールやチャットのやり取りはしていた。向こうも研究が大変らしく、いつも眠たそうだ。スマホを取り出す。ホーム画面でとあるアイコンをついつい探してしまう。だが当然ながらそのアイコンは半年前に俺自身の手で消去した。アマデウス。クリスは元気にやっているんだろうか。あいつのことだからどうせ小難しい理論を振りかざしたり魔法をからかったりしているのだろう。案外魔法に隠れてこっそりアットチャンネルを見ているのかもしれない。アットチャンネル。そう、クリスはネットの情報を見ることもできた。だからアットチャンネルを見ていてもおかしくない。それはいいとして、アマデウスってネット掲示板に書き込んだりすることもできるんだろうか。クリスも去年の夏にジョン・タイターを論破しようとアットチャンネルに必死な様子で書き込んでいたんだ。あれはアルファ世界線での話ではあるけれど、彼女はそういう行為に抵抗を感じる人間じゃないということだ。それならクリスだって同じことをしている可能性もある。アマデウスがネットワークと一時的にでもつながることを許可されているなら、あるいは、俺はスマホでウェブブラウザーを開くと、あまり期待はせずに忘れることのできないハンドルネームで検索してみた。栗ご飯とカメハメハ。それがかつてクリスが使っていたコテハンで、思わず声が出てしまった。冷たい視線を向けてくる他の客に軽く頭を下げ、すぐにスマホ画面に目を戻す。驚いたことに検索してみたら何百件も引っかかったのだ。どれもアットチャンネルの書き込みのようだ。ざっと検索結果の一覧だけを見て日付を確認してみる。古いものでは2008年のものもあった。これは生前のクリスの残したものか。こんなところにもクリスの足跡を見つけるなんて。っていうか投稿しすぎだろう。ここまでヘビーなアットチャンネラーだとは思わなかった。クリスが投稿していたのは物理学と数学、それにサイエンスフィクションと、あともちろんオカルト版にも書き込みが散見された。例えば SF 関連のスレッドではタイムマシンに関してかなり熱い論議をしていた。ただしアルファ世界線と異なるのは決してタイムマシンを完全否定していないことだ。意外にも肯定派に近い意見すら書いている。いや、意外でも何でもないか。何しろタイムマシンに関する本気の論文をこっそり書き上げていたくらいなんだから、それに比べるとオカルト版での書き込みの方は苛烈な内容ばかりだった。熾烈かな。以前よくテレビに登場していた某大学教授も裸足で逃げ出すような勢いでとにかく非科学的なことを述べる連中を論破しまくっていた。ミステリーサークルやらポルターガイストやら
人体発火現象やらといった超自然現象、オーパーツの神病性マヤ暦が思春する人類滅亡の有無、人間の遺伝子が地球外からもたらされたという陰謀説の検証、そうしたオカルトネタを周囲もドン引きするぐらい詳細に分析し冷徹に否定し、勇敢にも議論を挑む相手がいればその相手を完全にノックアウトしていた。いかにもクリスらしい、腹立たしいほど理事整然とした書き込み。実はこいつこういうオカルトネタも好きだったんじゃないか、そういうツッコミを入れたくなってしまうくらいの情熱の注ぎようだった。いくらなんでも大人げなさすぎだろう。クリスと初めて出会った去年の夏の ATF で俺もこうして完膚なきまでに叩きのめされたものだ。ただそうした栗ご飯とカメハメハの書き込みもある時期を境にして途切れてしまっていた。その時期は去年の7月27日、クリスが亡くなる前日だ。それは翌日に控えた中鉢博士のタイムマシン発表会を嘲笑するような書き込みに対して少しムキになって反論している内容だった。懐かしさと寂寥感で胸が詰まる。ウェブブラウザーを閉じようかと思った。ただ次に表示されていた書き込みの日付を見てハッとした。スマホの画面を顔に近づけしつこいぐらい何度もその日付を確認する。その書き込みの日付は2010年12月1日。これってまさか、クリスが亡くなったのは2010年7月、だからこれがクリス本人による書き込みということはありえない。じゃあ何者なのか。栗ご飯とカメハメハになりすました全く無関係の誰かか、それともトリップがついていないから判断は難しいところだが、去年の12月1日といえば真帆とレスキネン教授が来日した直後であり、俺がクリスと対面した頃でもある。その後も栗ご飯とカメハメハは週に一度ぐらいの割合で書き込みをしていた。一番最新の日付を調べてみる。って昨日の夜じゃないか。内容は相対性理論に関することだった。相変わらずアットチャンネルアットちゃんだと口が悪いな、おいと思ったが、面と向かってもこのくらいのことは言っていたが、もしもこれがなりすましなどではなくあのクリスが書き込んでいるのだとしたらアマデウスのことだよね。なんてバカバカしくて奇跡的な話だろう。マホやレスキネン教授はこのことを知っているんだろうか。知らないだろうな。クリスは絶対に言わないから。たまらず笑いがこみ上げてきてしまった。コンタクトを取ってみようか。この栗ご飯とカメハメハがクリスによる書き込みなのかを確かめてみたい。
そこでいいハンドルネームを思いついた。サリエルの隣人。初歩から出直せ。話にならんわってちゃちゃ入れてる入れられてるけどもちろんこれは真帆の ID に引っ掛けたネーミングだ。もしも栗ご飯とカメハメハの中の人がクリスなら、これを見てそれなりに反応するんじゃないだろうか。よし、投稿っと。これでどうだ。わざと挑発するような書き方をしてみた。しかも多少の間違いを混ぜておいたのがポイントだ。自分で言うのもなんだが、クリスのことなら真帆などよりもずっと分かっているつもりだあっさり釣られるはずだ、クリスならな。マユシ制服着てる。いつの間にか目の前にマユリが立っていた。なんだ、もう着てたのか。書き込みに夢中になりすぎて全く気づかなかった。慌ててスマホをしまって立ち上がる。じゃあ行くか。どうした？行こう。俺とマユリは連れ立ってカフェを出た。マユリと向かった先は東京ハンズだった。冷房の効いた店内に入ると生き返ったような気分になる。まだ6月でこの暑さならば、7月、8月になったら一体どうなってしまうのだろうとゾッとしてしまう。それで一体何を買うつもりなんだ。ね、商品宣伝用のポップを作るんだ。だからそれ用のカードとか蛍光ペンとか。商品宣伝用のね、看板みたいなやつか。今年はコミマで同人誌でも出す気か。岡部製菓店だと。あ、なんだって。宣伝してくれるのか、看板作ってくれるのか。俺の実家で。今日オカリンの家に行った時にね、おじさんとそんな話になって、じゃあマユシーが作りますって立候補したの。おい、親父のやつなんてズーズーしいんだ。お前がそんなことする必要ないんだぞ。でもでも、マユシーがやりたいからやっているのです。本当にいいのか。オカリンやおじさんおばさんにはいつもお世話になってるから。じゃあ代わりに今度何かプレゼントするよ。本当？嬉しいな。売り場をざっと 見渡すと、ポップ用の材料はかなりの種類がある。俺はあまり口を出さずに真由里のセンスに任せることにした。真由里はかなり長い時間ゆっくりとどれを買うべきか吟味していた。ただマユリは普段メイクインニャンニャンで働いているせいか、センスもなんというか
萌え方向に寄っているんだよな。ねえねえ、こっちのハート型のも可愛いよ。それか。野菜や果物を売るのにハート型なんてどう使うつもりだ？それちょっと変な方向走ってねえか、まゆし。ん？本当に燃えちゃいますよ、そんなことしたら。あとは甘くてとろり、早く食べてね、熟れたメロンちゃん。素敵だよ。ああ、お前知らないうちにダルに洗脳されたわけじゃないよな。ダル、ああいや、なんでもない。不思議そうに首をかしげているマユリからは邪念は一切感じられなかった。とにかくハード型のポップは不許可だ。怪しい店に見えてしまう。すごすぎるだろその宣伝文句。そうかな、可愛いと思うけどな。可愛くなくていいんだって。結局口を出さないつもりだったのに何度もケチをつけてしまった。そもそもこれ以上買っても絶対余るぞ。俺が手に持っている商品カゴの中は様々な色や形のカードですでにいっぱいになっていた。これだけあれば当分困らないだろ。そうだね、じゃあここまでにしよう。会計をするためレジへ向かう。ただ土曜日ということもあってレジ付近は会計を待つ客でごった返していた。時間がかかりそうなのでマユリには別フロアにあるキャラグッズ売り場あたりで待っていてもらうことにした。あそこならマユリの好きな雷ネット、これかけるって言うんだよね。雷ネットか雷ネットかわかんないけど関連のグッズも扱っているはず。マユリは申し訳なさそうにしながらも俺の言うことに従ってくれた。結局レジで会計を済ませるのに15分もかかってしまった。そのお詫びも兼ねてプレゼントするという約束を早速果たすことにした。松茸が欲しいんだね。マユリが本当に嬉しそうに顔をとろけさせて手に持っているキーホルダーを眺めている。あ、このキーホルダーはあれだな、タイムマシン乗ったかがりに手渡したやつだ。いや、なんかちょっと切ないな。雷ネット×に登場するマスコットキャラのウーパだ。も待っていてもらったキャラクターグッズ売り場で何でも好きなものを選んでいいと言ったらこれを持ってきたのだ。ウーパならもう大量に持ってるのに随分嬉しそうだな。しかもそれって普通の緑色のウーパだろ？レアなやつじゃないよな。レアなのは確かメタルウーパだっけか。ウーパの中で何と言っても人気が高く
グッズの希少性が高いのは全身が銀色に輝くメタルウーパだ。例えばコンビニの商品くじでも特賞はメタルウーパと相場が決まっている。ネットオークションに出せば何万円にもなると前にマユリ自身から聞いたことがあった。チッチッチ。マユリはなぜか気取った様子で人差し指を左右に振った。違うんだな。これはね、緑のウーパさんだけど普通のとは違うの。この前やってた映画に登場した緑の妖精さんウーパなんだよ。そういえば雷ネットかけるの劇場版が春に公開されていたな。マユリも子供たちに紛れて見に行ったんだろうか。緑の妖精さん？映画のネタバレしてもいいかな？いいぞ、どうせ見ないし。今回の映画はね、バーチャル世界で悪のスーパーハッカーさんたちとバトルをするんだ。そのバーチャル世界が妖精さんの住む森なのです。そうなんですか。スーパーハッカーさんはすごく強くてね、かけるくんもウータもピンチになっちゃうんだけど、もうダメだーっていう時にね、妖精さんたちが助けに来てくれるの。めでたしめでたし。実はその妖精さんたちはかけるくんがお世話をしてた学校の花壇のお花さんたちだったんだよ。あ、そうなんだ。花の妖精さんだったんだね。いつも優しくしてくれるかけるくんを助けるためにね、バーチャル世界でピカピカーンって光ってウーパと合体するんだ。なんかマユシンも妖精いっぱいついていそうだね。それがこの緑の妖精さんウーパー、すっごくかわいいしすっごく強いんだよ。マユシン感動したな。そういう話に弱いんだ。監督さん天才だよ。なるほどな。マユリがこんなに熱く語ることは珍しい。確かによく見ればマユリが持っているウーパはただの緑色のウーパとはデザインが少し違うようにも見える。あまりウーパに詳しくはないのでどこがどう違うかと問われると困ってしまうが、探してたんだ。すっごく人気があってね、どこも売り切れだったんだよ。まさかそれはね、ハンズに残ってるなんて思わなかったな。それは嬉しいよね。ラッキーだったな。しかもこれが最後の一個だったんだよ。妖精さんの力だよ、マユシ。今日は来てよかった。オカリンとおじさんには感謝しなくちゃ。松茸にもな。マユリは紙製の商品タグを指先で器用に外すと、バッグの中から家の鍵を取り出し、そこに慎重に取り付けた。で5分でなくしたりしないようにな。マユリには前科があるからな。そうなのか。
ラジカンで俺が当ててやったメタルウーパン。おお。それをマユリは手に入れてからものの5分でなくしてしまったのだ。ほっとっと。ネットで何万円もするレアなメタルウーパーを5分でなくしちゃったのか。結局あのメタルウーパーは見つからないままだったのだろうか。あの時期のことはあまり思い出したくなかったからメタルウーパーの行方に関する記憶なんておぼろげなままだ。うん、もう絶対に無くさないのです。そんな話をしながら二人でキロに着く。オカリンのお店のポップ張り切って作るね。その作業があったな。材料を買っただけで終わりだと思い込んでいたが、むしろここからが作業の本番だと言える。俺も手伝おうか。ううん、大丈夫。マユシーのセンスを信じてほしいな。ほい、オカリンのあの野菜屋さんが、あんた八百屋さんが萌えにゃんにゃん店になっちゃうぞ。ハートマークのポップを買おうとした時点でセンスを疑うぞ。大丈夫だよ。まあポップを作ってくれるだけでもありがたいから文句は言わないけどな。メールしなきゃ。晩ご飯までには帰りますって。なんならうちで食べてってもいいぞ。どうせ親父やお袋が引き止めるだろうし。うーん、どうしようかな。オカリンは今日はこの後ずっと家にいるの？合コンとか今全然行ってないよ。去年の秋ぐらいは中二病をやめて普通の大学生になろうとかなり無理して合コンにも行きまくっていたが、最近は勉強に打ち込んでいることもあってすっかりそういう機会も減った。そっか、じゃあごちそうになっていこうかな。マユリは少し迷った様子でスマホを取り出しメールを打とうとしたところで、その表情が突然曇った。その場に立ち止まってしまう。どうした？どうした？うん、ついさっきね、楓さんからメールが来てて気づかなかったよ。どうしよう、オカリン。どうしたんだ？マユリはひどく動揺していて、今にも泣き出しそうになっている。何かあったのか？ねえ、オカリン。前に言ってたよね。ふぶきちゃんは病気なんかじゃないって。ふぶきちゃん？中瀬さんのことか？来島さんの方じゃなくて？うん、あれって本当に病気じゃないんだよね。ああ、違うはずだ。でも、真由里はスマホのメール画面を俺の方へと差し出してきた。ふぶきちゃんまた入院しちゃった。これから行ってくる。病院ここ。また入院しただって。俺は信じられない思いで画面に表示された文章を見つめていた。
吹雪が入院した病院は前と同じ場所ではなく、代々木にある AH 東京総合病院附属先端医療センターというところだった。日本でも指折りの最新医療を誇る病院らしい。ネットの情報によれば、最近流行している新型脳炎の患者は今はここに集められて専門の治療が行われているらしい。だが同時にネットにはこの病院についてのヤバそうな都市伝説エピソードが大量に書き込まれていて、一体どんな不魔伝かとビクビクした。難しいな。だがもちろん中に入ってみると、そんな驚しい施設などではなく、至って清潔で高級ホテルのような佇まいをしていた。マユリちゃん、ホカリンさん、こっちです。俺とマユリがロビーに入っていくと、待っていた楓とユキが手を振った。ユキも楓からメールをもらったらしく、急遽駆けつけてきたらしい。ふぶきちゃんは？大丈夫だよ。ユキは不安そうなマユリの肩を優しく抱いて微笑んだ。一方楓はすまなそうに頭を下げてくる。驚かせてごめんね。私も焦っちゃって。もっとちゃんと確認してからメールすればよかった。というと、中瀬さんの容態は？今病室で吹雪ちゃんのお母さんに会えたんですけど、例の病気が悪化したとかじゃないそうです。じゃあまた検査入院とか？はい、そう言ってました。だから全然心配ないって。ユキに抱かれたまま、マユリはほっとしたように緊張を解いた。確か吹雪は以前検査してもらった際、疑いはあるが重篤化しない限り日常生活には支障なしとして、通院による経過観察となっていたはずだ。新型脳炎自体は日本国土に上陸してから半年以上になるが、今未だに患者数は増え続けているらしい。ただ不幸中の幸いというべきか、死者は一人も出ていない。あれは病気なんかじゃないと思うけどな。俺の中では新型脳炎と称されるものが実はリーディングシュタイナーに近いものではないかと思っている。以前吹雪の見舞いにかっこつけたりしながら、彼女以外の患者についてもこっそりと調べたことがある。確証を得るまでには至らなかったが、少なくとも当時吹雪と同じ病棟に入院させられていた患者のほとんどは、程度の差こそあれ同じ世界線らしき記憶を有していたことを突き止めた。あの戦争状態にあった日本の記憶を複数人が持っていたのだ。吹雪ちゃんに会えるかな。それがね、今 MRI で脳の検査をしている最中なんですって。だから病室にいないの。そうなんだ。でももう少しで終わるみたいよ。ここで待っていてって、吹雪ちゃんのお母さんが。楓はマユリにそこらのソファーへ座るよう促した。
そこらなのか。検査が終わったら声をかけてくれるみたい。女性陣はソファーに座らせて、俺はそこらに立ったままロビーを見回した。すごい病院ですよね。ああ、中瀬さんの家って実はすごい金持ちだったりするのか。こんなところに入院なんて。いえ、そうじゃなくてですね、ふぶきちゃんのお母さんの話だと、日本とアメリカの政府がお金を出して新しい治療のプロジェクトを始めるみたいなんです。この病院とアメリカの専門病院や研究所が中心になってやるんだそうですよ。そうなのか。内心複雑な気持ちになってしまう。この新型脳炎と言われるものが仮に俺の考えている通り病気なんかじゃないとしたら、これほど無駄なことはないだろう。お願いします。患者は全員個室にしてください。それも患者同士が接触しないよう、なるべく離れた部屋で。しかしね、そんな都合よく病床は空いていませんから。それでもやってくれないとダメです。患者同士が会話をすることで夢の情報を共有してしまうでしょう。いや、それはそうですが。脳というのはね、他人が見た夢なのにそれに共感を覚えてしまうと、あたかも自分が見た夢のように錯覚してしまう。そういう可能性だってあるのです。これレスキネン教授じゃないのか。脳というものはね。おお、こんなとこにいるの。ロビーを横切るようにして白衣を着た日本人の老医師と、それに追いすがって訴えるように話をしているスーツ姿の大きな人影が俺の目の前に飛び込んできた。あ、そのスーツ姿の西洋人には見覚えがあった。というか俺がよく知っている人物だった。教授、レスキネン教授。慌てて駆け寄る。レスキネン教授、俺です、岡部です。普通に老医師と日本語でやり取りをしていたので、例の翻訳機をつけているのだろう。だから俺も日本語で呼びかけてみた。レスキネン教授も俺に気づくと、ものすごい勢いで破顔した。おう、リンタロ。その声があまりにも大きかったので、医師や看護師、職員、そして患者に至るまでロビー中の人たちがこちらを見た。しかしレスキネン教授は全く意に介する様子もなく、ズダダダダと駆け寄ってくる。まるで屈強なアメフト選手がタッチダウンを狙っているかのような迫力であった。うわ、ちょっと待ってください。教授、ストップ、ストップ。タッチダウン完了です。俺のアイガンも虚しく、レスキネン教授は俺に派手なタックルを決めてくると、そのまま全身をぐぎゅっとキュキュッと締め上げてきた。アメフト選手からいきなりプロレスラー化した教授は、歓喜の表情のまま俺の体をブルンブルンと振ります。そしてコーナーポストに追い詰められて鉄柱攻撃と変わっていった。まるで自分が子供になってしまったような気分だった。こうなるとされるがままだ、どうすることもできない。しばらくして周囲の冷たい視線に気づき、ようやくレスキネン教授は俺を解放した。
すまない、あまりに驚いてはっしゃぎすぎてしまった。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。